はい、おはようございます。今日、今5時、もう半になるとこです。5月の今日5日なります。今日孫で、今から五稜郭朝一で行きまして、その後ですね、北島三郎さんの展示してあるところがあるみたいなので、そちらの方どこにあるのかちょっと見てきまして、そのままと苫小牧方面、のまあいろいろまだ見るとこがありますので、そちらの方に行ってきたいかなと思ってます。やっぱ朝いいね、気持ちが、すがすがしいというかね、いい感じです。もう今回の北海道一周もですね、あと1日、となりまして、まあなんとか事故もなくね、危ないところありましたけども、なんとか事故もなく、あれ高い塔は何でしたっけ、あれ五稜郭の方に何か塔あるんでしたっけ、あれそれかな、ちょっと五稜郭の何か、そういえば塔ちらっと何か見たな。おここの信号が横になってる、横になってます。みんな縦だったのに珍しいな、何なんですかね。横はやっぱ見やすいなぁ、私的には。地元は全部横なので、縦は全くありませんので、隣の県に行くと、縦がほとんどなんですけども、私の県は、地元はあまり雪降らないので、縦の信号というのはまずないですね。まあないな、多分。ほとんどない。なんか見にくいんですよね、この縦の信号が。非常に。もう横の信号でもう何十年と運転してますんで。まあいろいろあるよね、そういうの。面白いですね。五稜郭ね、もうすぐ近くで、もう着いちゃいますね、間もなく。五稜郭のところになんかあれ鉄塔あるんだね、多分上がれんだろうね、知らないけど、まあ今やってないですけどね、朝は。ああ、ここの桜もなかなかもう散ってきたな、散っちゃってるね、もうね。まあ仕方ないよね、まあ時期的なね、そういったの日程があるんだから、まあそれはしゃあないよね。すごいねあれね。書いてありました。ほら、ウェルカムトゥ五稜郭タワー。ああ、五稜郭のタワーなんか作ったのね。まあ名称ね、いいっすよね、そういうのって。五稜郭タワーか。なんか五稜郭に散り始めてますね、桜がね。ほら。桜がもう散り始めてます。あと何日もしないうちに葉桜になっちゃいますね。あ、これがこれずっと行けんの、これ五稜郭って。車上進入禁止になってますね、行けないみたいです。乗り入れを禁止マーク書いてあります。
ここに置いとくよね。ここ五稜郭正門って言ったらいいんだろうかわかんないけど、ちょっと入ってみますね。もうここら辺はまだ綺麗だけど、あ、綺麗だね。これ朝散歩したら大変だね。結構広いだろうね。きれいきれい。きれいきれい。すごい人いっぱいいる。朝のジョギングコースなんだね。朝のジョギングコース邪魔だなこの人。海に近いからカモメがいっぱいいる。ああ、逆光だね。逆光みたい。逆光だね。非常に。あ、これだと映せるかな。この感じがいいね。この感じがね。ちょっとあれあるけど。邪魔だね、あれ。両角今なんか工事してんだねこれね。水抜くのかな。あそこの外壁工事か。外壁崩れたのかな。え、あ、ボートか。ボートあるんだ。ボートあるんだ。そうか。水が臭い。やっぱり水はね、きれいにしないと臭うからね。
ここね。魚いたね。鯉？鯉かもしれないね。鯉か。そういえば昨日函館駅行ったんだよね。通ったよね、目の前ね。函館山。あそこ行きましたよね、昨日。すごかった。めちゃ混みでびっくりしましたよね。あそこにもう人が山積みになったぐらいの人がいるんじゃないですか。あの山にこう山積みになったぐらいの、うん、そのぐらいにしていましたね。すごかったね。まあ夜景を見に行くのが一番だから、まあ仕方ないよね。夜あの時間に一番飛ぶっていうのは、うん、それ覚悟だよね。でも楽しかった。うん、なんかゆったりしたこの感じがいいね。好きなんだよね、このゆったり感が。函館は広い。うん、結構大きい町だね。地元よりも大きいな、多分。そんな感じがしましたね。ここがなんか北海道とは思えないんだよね、なんかね。なんだろうね、この感覚。自分がここにいるっていうのがまず思えないからそうなのかな。ただね、路面電車はね、もうかなりの何十年前かにもう仙台、地元はね、もうなくなりましたからね。廃止しましたからね。そこら辺から言うと、こう、なんとなく懐かしいんだよね、この感覚がね。こういう風に走ってましたからね、昔ね。懐かしいな、すごい懐かしい気持ちがしますね。うぅ、初めてね、久しぶりに線路を横断しました。このこっちの山手の方、函館山の方の山手に入るところ、ほら、もうね、全部石畳見たら、うん。昨日も歩いたけどね、歩いていくとも行くとも全部石畳でしたね。ほら石畳、すべて函館山の方に上がる道なんか石畳になってるんですよね。ここですね、ここでした。ほら、朝一だからここに車横付けして、
函館公園でしたね。函館公園、この近くなんで函館公園寄ってからちょっとあとまだ移動しますね。まあ10分ぐらいかな。函館山のこの土地というか、なんかなんて言ったらいいんだろうかな、こう特別なものにしてるような、なんかこの石畳でなんかそういうのがこう感じられるというか、なんかそんな感じがしますね。もうすぐそこに公園という形になるんですけども、ここはまたね一方通行なんですよ。一方通行、あ、これですね、これがもう公園ですね。これ公園です。ここで撮ります、写真。函館山望むところで葉桜、葉桜、もう葉が散ってる。駐車禁止なんだけど、ちょこっとだけ止めよう。ちょっとだけ公園の中。ああ、もう向こうよりも五稜郭よりももう葉っぱが散ってる。うん。五稜郭よりもね、葉っぱが散ってるもう。ああ、ここまたいいね。だって函館山のあそこ見えるもん。パノラマで一番。おはようございます。うちのひろこさんみたい、ちゃんと挨拶して。いい感じだね。おお、あ、ありがとうございます。すごい、遊園地まであったへえ。遊園地まであるんだね、すごいね。すいません、お声かけていただいて申し訳ないんですけど、ちょっと写真1枚撮ってもらってもいいですか。で、私そこら辺立ちますんで、多分山の、多分もう全然こういうふうに撮れると思いますね、はい、これでここを押してもらえば、はいはい、で、2、3枚ちょっとパシパシってやってもらえば。横でいいですか。横でいいです。あ、全然大丈夫です、そこで。はい、はい、ありがとうございます。すいませんね、どうもお散歩中申し訳ないです。毎朝お散歩ですか？
俺まで運動したくなってくるな。6時半になるとこだね。